のドットハックなんですけど、どういうところを着想点として、あ、もともとがってこと、はい、もともとが、ね、PS2 でその研究開発やってる時に、まあ、あの宇野さんにも言われたんですけども、最初にこうドットハックの前身にあたる企画2つぐらいやってたんですけども、やっぱこれがね、ある意味こう本当悪い意味でいい子ちゃんというか、やっぱフックがないやっぱタイトルになってて、でそのヒット作を作るっていうのを、ただ自分たちが面白いって思うものを頑張って作れば結果がついてくるなんていうほど甘い世界じゃないんじゃないですか、このエンタメの世界って。人々にやっぱこう関心をこう持ってもらえるものっていうのは、ちゃんとある種のこうロジックもやっぱ必要だと、まあ、ある種のこうヒットの法則というか、なのでやっぱちゃんとこうその時代背景というか世の中をやっぱ見なきゃいけないっていうふうなことを一回その宇野さんから打ち合わせの中でもやっぱ言われて、世の中はまあ特に我々みたいなその開発者だったりオタクみたいな人間は、あの PC のオンラインゲームをすごい遊んでたんですよ。ドリームキャストも PS2 もこれからあのゲーム機がオフラインからオンラインにつながるようになると。ゲームがかつてファミコン、スーパーファミコンの頃はドットで 2D だったんですけど、まあ、プレイステーション、セガサターンになってこうポリゴンになったみたいに、その大きくこうゲームにこう革新というか革命が起きる。で、こっから先はもうオンラインだっていう、なんかこう、状況がゲーム業界の中でバーってこう広まったんですけども、当時のやっぱ中学2年生を中心にやっぱ一番遊んでほしいってやっぱ思ってたんですね。あの、主人公のカイトも中学2年生にしてたので、うん、なんでやっぱそういった人たちが、じゃあこれからそのオンラインゲームが、まあ、いくら世の中で流行ったとしても家庭用ゲームで、家で毎日オンラインゲームをね、やっぱ当時遊べるかっていうと多分遊べないし、これから多分世の中に浸透するであろうオンラインゲームの面白さはやっぱ我々会社は分かってると。だったらそのオンラインゲームの面白さはこうそのままに筋書きのあるこうドラマを作って、まあオフラインで遊ぶんだけどもオンラインゲームの世界を、そこでやっぱこう事件が起きる現代劇とゲームの世界が融合した二面性を持ったやっぱ作品作ると、これは他に二つとない、誰もがこう無視できないやっぱ作品になるんじゃないかなってことで、もう実は伊藤和則さんがやっぱ、伊藤さんがも入ってて、伊藤さんがやっぱリアルに軸足をやっぱ置かれる方なので、すごいやっぱリアリティにこだわるんですよ。まあ、すみません、私なんで少年ジャンプ乗りが多いんですね。あのゲームの中で例えばこう何か事件が起きて、その中で選ばれた少年たちっていうか、実はある中学校のクラスメートの中に4人いたとかで、まっちゃんね、それはねリアリティがなさすぎると、なんでその中学のそのクラスの中に4人もいるんだと、オンラインゲームはもっと世界中でやってるんだったら、そのうちの一人はアメリカのサウスダコタにいなきゃおかしいし、もう一人は九州の田舎にいないとおかしいしと、それがリアリティだろっていうのをやっぱこう言われて、伊藤さんからすごい学ばしてもらって、それでこう何でしょう、こうドットハックのある意味こう地に足ついたやっぱこう世界観っていうのはやっぱ伊藤和則さんのやっぱまあ力が大きいなってやっぱ今でも思いますね。でも一大叙事詩のその RPG のシナリオをね、伊藤和則さんともずっと、だから俺あれですよ、バンダイの当時の東中野のね、その会議室の中でもうずっと缶詰状態で、あの各週要するに2週間に1回で、伊藤さん伊藤さんで熱海から出てきてもらって、我々は九州から飛行機に乗ってきて、ほんでこう月に2回もう1日そこで合宿状態でミーティングを、脚本のミーティングをずっとやって、まあ言うと物語をずっと作ってたんですけども、これもう本当笑っちゃう話なんですけども、まあ宇野さんがガチャってやってきてPS2 の話をするわけですよ。でまあ、我々もちろん PS2 の、 あのゲームを作ってるわけですから、話するのは全然一向に構わないんですけどさ、あの言われたのが、 PS2 で結局ゲーム機が出て、いろんなゲームソフトもローンチでいっぱい出たと、出たけども一番売れたの何だと思うって言われて、当時一番売れたローンチは何だっけ、鉄拳か決戦だったか何だったかな、え何だっけとかっていう話をしてたら、バカ野郎マトリックスの DVD だよって言われて初に100万売れたのはマトリックスだったんだね。結局 PS2 っていうゲーム機でみんなが覚えたのは、あのゲーム機で DVD の映画を見るっていうことなんだよって言われて、この人は何を言ってんだと思って、うちら一生懸命ゲームのね脚本作ってんのに、だからさ、ただいいゲーム作ったってインパクトなんかないんだからと、もうこれ逆転取るんだよと、あのゲームとアニメの2枚組にしろと、そこから生まれた、そこからです、そうです。だからもう結局みんなが PS2 で映像作品を見るっていうことを覚えたんだから、これを利用しない手はねえと、だからリアルに軸足を置いてるってなったら、だったら我々あのゲームの中で起きている事件をゲームディスクでゲームを遊んで解決して、現実の方で起きている事件をリアルでまるで映画を楽しむようにアニメを見て、この両軸からドットハック事件を追いかけていくっていう形にこう企画を変更して、
まあ、宇野さんからもらったアイデアでこうやってって話進め始めたんですけども、で1年間3ヶ月おきに発売すんなと、商売のチャンスも1年間あるから、素晴らしいね3ヶ月でゲーム作るの無理ですよみたいな話あったんですけども、あ